新藤辰巳のゴミラジオ。エティオンデイ。新藤辰巳のゴミラジオ始まりました。ああ。はい、いとこの坂脇さんでーす。ね。ありがとうございます。ああ、そっか。そうですよ。ね。本当に年末は一人でも撮ってましたね。家で撮ったんですか。評判悪かったんだな。評判、評判気にして。なんで一人でばっか撮ってんの。気持ち悪いなって言われてたんですか。たまにはね。二人撮んないと。いやーもうね、まあ、もう1月も、まあ、過ぎ。そうですよ。もうちょっと経ってますよ、1月。ね。うん、R1 グランプリの季節でございますけどもね。うん、M1 も終わって、大盛り上がりで終わりましたけど。大盛り上がりで、ミルクボーイさんね、いろいろ出てますよね。うん、そう。うん、で R1、まあそのね、賞レースがまあ結局引き続きね、うん、まあもちろんコンビの人でピンで出る人もいますけど、はいはいはい、まあその今現在というかもう R1 グランプリがここしばらくそうなのかな。そうだね、この時期は。その絶望的なことに関してね、やっぱりちょっとお話ししようかなって。絶望的ってどういうこと？ R1 グランプリっていうのは非常に絶望的ではあると僕は唱えたいんですけども。どういう意味で？まず、まあシンプルに、うん、芸歴制限がないから無限に出続けられる R1 グランプリというのが存在する限りはずっと出続ける。あ、なんとなく出てる人はただ無限に出、ただ出続ける、戦略性なしにっていうのが一個絶望的で、区切りがつけないから次のステップに進めないっていうきっかけを与えてるこのコンテンツでもある可能性がある。あ、そういう意味で。もちろん出てる側の問題ですけどね、これは別にそう大会が悪いとは言わないですけども、うん、逆に M1 ぐらいですけどね、うん、キングオブコントも制限ないですからね。そうそうそう、うん、だからキングオブコントも一歩一個まあ形を変えてみたら絶望的ですよ。絶望的、残酷、残酷。あで特にあ、R1 が特に賞レースの中で、うん、特に一番絶望的だと思う賞レースでもあり、絶望的、まずだから特に、決勝進出によっての見返りが非常に少ないでしょ。まあ、なかなかね、R1 グランプリがトップだと思うんですよ、賞レースの中で、うん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 、その影響力が影響力が非常にない。じゃあ R1 グランプリっていうのは出る必要がないのかって言ったら別に出る必要はあると思うんですよね。そうそうそう、それで売れる人もいる。じゃあその売れる人と売れない人はこれ何が違うのかっていう話なんでね、うん、だからピンの人って売れるの難しいじゃないですか、うん、だからコンビに比べて情報量が少ないっていうのもあるので、うん、で今の、うん、特に今現在のその決勝に出る、うん、その流出してる、うん、その戦い方として、うん、まああるのが、うん、決勝に出ても売れないって状態のものが非常に多いんじゃないかなと。要するに、ボケるきっかけのための一アイデアで、それに付属するボケを量産して作るって形が、まあ戦い方として R1 としてはまあ都合がいいのかなって僕は思うんですけども、うん、まあもちろんこの元のところの見え方によってまた違うんだけど、うん、不用意に作ってしまうとここの中のボケが入れ替えれるから、こう強いの残して弱いのは閉じて、伝わりたかったごめんなさいね、うん、一個の理由があって、あ、まあ、まあどうしようかな、もうちょっと分かりやすく言ったら何かあるかな、うん、うん、だから分かんない、例えば挨拶でボケますとかいうのが、はいはい、パッケージングがあったとして、うん、おはようございます、こんにちは、こんばんは以外で何が言えるのか、うんうん、っていうので受けなかったものを外す、うんうんうん、ハローが受けんだったらハロー残す、はい、ハロー受けないで残して自分なりの挨拶のしチュッスを入れる、はいはいはい、ちょっとこれも分かりづらかった申し訳ないけど、うんうん、一個のルールを最初提示してた時の、うん、これの情報によってこの中のものを受けるだけにしてしまうと、うんうん、この中のものが受け笑いに変換はするけど、うん、この提示してる人は引き立たないわけですよね。あ、そう、ネタは面白いけどってネタは面白いけど点々になりやすい、うん、でかつ一人だからそこの部分を別の角度でいじってくれるもう一人の人がいないので、うん、そのまま走り切ってしまう、うん、っていうのがあるから、どうしてもそのアイデア出し勝負というか、うん、じゃあ
じゃあそのアイデア面白いねってなったところで、うん、それが仕事につながるっていうのはなかなかなくて、うん、それで唯一なんかおすごいってなってかつ仕事につながったのはバカリズムさんぐらいなんじゃないかなっていうのがあり、でどうしてもバカリズムさん以降そのバカリズムさんをリスペクトする芸風の人が意外と多く出て回ってしまって、うん、じゃあバカリズムさんがまあ90 のネタのレベルを出してた時に、うん、70ぐらいのネタの作り上げて提供する人が増えてきてしまうと、うん、もう先駆者がいるし、特にその演者としてこの見えるそのバラエティ番組で使うところが少ないから、うんうん、使えるイメージが少ないからやっぱ売れていきづらいじゃないですか。そういうことなんかな。そうか、うん、だから絶望的であるというか誰なんだ近年で今まで誰ですかね、最近で R1 でこうパッと売れたような印象、売れたまあザコシショウさんとか、大体昨年の優勝者 R1 誰って出てこない。さっきもねなんかそんな話、うん、誰だっけって一回言っちゃいましたもんね、うん、で粗品さんですよ昨年の優勝は。ああそうだそうだそうだ。で粗品さんなんつうの今でもテレビ出続けてるのに、うん、M1 の優勝のイメージなんだよ。そうね、ただ R1 の優勝のイメージ実はなくて、うん、もちろんピン芸の人の人だったらちゃんと覚えてるかもしれないけど、は意外と気を抜いたら忘れちゃうというか。そうだよね、芸人サイドがその感じだからね。じゃあ一昨年誰っていう出てこない。あれじゃない浜田ゆう太郎、あすいません浜え一昨年だったっけ。あれ違ったっけ。もう一昨年違うかもしれない。あれもう俺もなんかもう分かんないわかんない、違うかな。誰だっけ。浜田雄太郎さんもいましたね。でも確かにあきらさん、ザコシショウさん、浜田雄太郎さん違う。合ってるの。わからない。失礼な話ですけどね。いやこれは失礼な話じゃなくて、そのぐらいはっきりとした、うん、あのイメージがない、うんうん、まあザコシショウはキャラクターがあるから印象には残る。あきら 100% キャラクターがある印象に残る。でバカリズムさんは意外とキャラクターないようだけど、トツギーノっていう初 R1 グランプリ決勝の進出により、うん、あの度肝抜かれたわけですよ、うん、なんだこのネタっていう、うんうん、あのフリップ芸っていうのはどうしても演者側がキャラクターが薄まる傾向がすごく強い中で、うん、あの発想力がズバ抜けてたがために、うん、演者ごと浮かび上がってきたごく稀な人だと思うんだよね、バカリズムさんっていう。本当だね、うん、でもあそこまでやってこその初めて、うん、日が光が浴びる、うん、まあ別に超える超えないという意味で言うと多少失礼になるのかもしれないけど、それを超えてない画用紙ネタのライブ界隈での超面白いとされてる人は超面白いのに、決勝に行ったらただ忘れられるだけの芸人ってなってしまうことが非常に多いわけです、うん、だからこの演じ手がキャラクターがないからとか、でキャラクターあるものがじゃあ絶対面白いものなのかって思う人もいるけど、それは違うかもしれないけど、ただその決勝を踏み台に次のステップに行くかどうかで考えた時に、うん、どうしても行きづらいっていうのがあるの。本当だったらフリップ芸っていうのは絶対的にキャラ1個作ってからフリップに行った方がいいはずなんだよ、うん、売れたいんだったら、うん、この何キャラっていうのがその中で画用紙ネタやりますが、うん、本当だったら戦略性としてはいいはずなのに、いじりしろを作るというか、うん、何を喋る形式の人かはっきりした情報がある。だけどその状態で見て画用紙めくる人みたいなのが多いのは、やっぱり先駆者のバカリズムさんの影響非常に多いのかなって思う、うん、あれを見た時に多くの芸人さんが酔いたらかっこいいと思ったと思った。めちゃくちゃかっこいい、ああなりたい、うん、だからその憧れた。そうですよね、うん、あの松本人志病みたいな昔ありましたけどダウンタウンが面白すぎるがあまりに、うん、ああなりたいっていう人が今でもいるし、今でも憧れてる人は山のようにいる、はいはいはい、それに近い状態がピン芸人でバカリズムさんが表現ちょっとしてしまったんじゃないかなとか、うん、だから非常に
漢字でボケる、画用紙で漢字書いてボケるって人が非常に増えたのね、一時。はい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 。ね、そういうことね、うん、ネタやってたの。じゃあそれがパクリかって言ったらパクリじゃないかもしれないけど、影響を受けてんのかなっていう、うん、見て、見る側の目としてはどうしても持ってしまう。その後で、その漢字の見る角度のところ、いじる角度で、あ、絶対バカリズムさん好きだなっていうのが分かったりとか。うん、だからそういうので、そこを仮にすごく受けたとしても先駆者がいるし、そこまでの上には届かないし、うん、キャラクターがない人が多いがために、うん、テレビの使い代が難しかったりして、うん、でもライバー界隈では見たら別にもちろん面白いし、うん、すごいなってのは思うんだけど、じゃあそれをテレビの決勝で見た時に、そのプロデューサーディレクターが、じゃあどこの番組で入れ込もうかなって思うにはたどり着かないことが多いから、今現状絶望的なのかなと思うんだよね。難しいですね、うん、でバカリズムさん優勝はしてないですからね。そうそうそう、ね、だから別に優勝する必要はないと思うんだよね、うん、おっって思わせれれば別に決勝で俺最下位でもいいと思うし、うんうんうん、その優勝がいいっていうもう次元にあるかどうかはそもそも分かんないから。そうね、うん、かっこいいけどね、優勝した方がかっこいいけど、うん、絶望的って言われちゃうと悲しいな、うん、だから、うん、テレビに出れやすいネタをまず作って、うん、それで引っかかりがあってちょっとテレビ出るぐらいまで持ってった後付けで R1 参戦が俺は一番いいと俺は思うけどね。R1 グランプリっていうのをまず決勝に行くことを想定しながらやると、それは決勝に行くためだけのネタでしかなくなってきて、決勝に行った時の次のステップがお先真っ暗になる可能性あるなと、うん、僕はだからそれは多くの芸人さんがやっているような気がしちゃって、なんかせっかく面白くてリズムよくボケててどんどん受けるって、これほとんどもう魔法のようなことなんですよね、うんうん、すごく難しい、うん、それだけどんだけ大変かそれを作るの、うん、なのに決勝行ったら次の年出てたかどうかも忘れられてしまうっていうね、これ絶望的なんですね。それに対してその挑戦権が無限にあるわけですよ、芸歴ないから、はいはいはい、もう今年ラストイヤーないですからね、うん、だからこそその演出もできないし、かつピンの人ってのは主観性が強くなってしまいますんで、そのネタを作るときにどうしても、まあ、作家入れてやってる人はまた別にしてしますけど、一人で悶々と作ってただ提示してるのを繰り返しだったら、やっぱ客観性が優れていけないから非常に頑固になりやすいから、テレビ局側もう使いづらいと。ちょっと打ち合わせしたときに、え、そういう感じって おそらく言うと思ってるの、だけどそれは出さないと思う、うん、その時に仕事次の仕事につながりづらかったりとか、うん、扱いづらいタレントになりやすかったりとかしやすいからこそ、その周りからの見え方の、感度もひょっとしたら低い人も低くてめちゃくちゃ面白い人もいる可能性が高い、理屈上は。だからコンビがピンで参戦した方が決勝に上がりやすいんじゃないかな、あと使いやすいかもしれない、うん、はいはいはい、もうちょっと柔軟に見えるというか、うん、だからこそこのまあ、ピン芸能人はコンビ出てもらいたくないと思ってるかもしれないけど、そのピンだけの視点とコンビ普段組んでてピンをやる人の視点、やっぱりちょっと広がりが違うのかな。職人的であるのならばまあピンの方がいいんだけど、それはあくまでも劇場内で気づくことあるかもしれないけど、テレビを通して気づかせることは非常に難しいので、だからなんか今後なんか得として ないのかもしれないなっていうね、R1 グランプリは大変だよ、だからそうですね、うん、シンプルに R1 で決勝行きたいって思いながらネタを作り始めて、画用紙取り出してキャラクターそんなに載せないで作り始めたらもう絶望の始まりの可能性は高いですそうか、なんか載っけないと、うんうん、なんかでその多分表現方法が絶対誰かに類似してる、おそらくだけど、そのやり方モノマネでやる人もいますけどね、もう一個モノマネのしてまだそっちの方がいい、ね、モノマネだった方がいいかもしれない、まだ広がるモノマネ番組なのか細かすぎてなのかっていう別の番組も想定しながらできるじゃない、カウカウの多田さんなんかそうでしたよね、何やったっけ、だから、まあ、優勝もしたりもしましたけどね、優勝しました、イフリップで、あの人名前が出てこないのが北の国からの、あの人真似をしつつやるみたいなフリップでしたよ確か。
え、それは山田さんじゃないの？あ、そうだ、山田さん、ごめんなさい、ごめんなさい。多田さん、多田さんはギャグだ。山田さんの間違いない、ごめんなさい、ごめんなさい。だから、ああいうのは、まあ、あの人が連続決勝結構出場してますし、コンビ、コンビなのに、ね、すごくピン芸人としての知名度も上げたと思うけど、うん、でもやっぱあれっていうのは、やっぱりコンビであるからの視点もあったと思うんだよね。ピン芸人ってずっとやってた人があそこにたどり着くの非常に実は難しかったんじゃないかなと。コンビでやってるからこういうモノマネもやったりとかこういう見え方、客観性が優れてたからこそできたんじゃないかなっていうのはあるよね。でもね、なるほどね。いやー、だから R1 グランプリは大変ですよ。もちろんそのね、大会が悪いわけじゃないから、ただその主流がそうなってしまう、一個誰かが目立ってしまうとそこを、皮切りにその芸風が近い寄せてしまうっていうのは、でも寄せるっていうのは非常にいいことで、先駆者がいることによって笑いやすい空間はもうあるのよ。それでもう笑えてきたっていう情報があるから、それに近いことをやったら瞬間的にお客さんは笑いやすい。過去もやってるからね。そう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 ね。で、新しいことやるとついていきづらいから時間はかかってしまう。だこれを評価していいのかなんてね、ことがあって、まあ上げるか上げないかで分かんなくなったのがハリウッドザコシショウさんとかだったのかなって思うけどね。ああ、確かに、ね。すごく受けてたのに一回落とされたとか。ずっと続いてましたからね。だからあれを評価する対象として見ていいのかっていうのが多分審査員ですら頭を抱えて、うん、だからこそ優勝した時のインパクトもすごくてかっこよかったっていうのはあって。うん。うん、あれはもう今にも先にもなかなか真似できるもんではないからね。あの年齢、あの芸風っていうのも多分重要だと思うしね。で、一般の人があまり未だについていけてない人も意外と多いってのもあのかっこいいところのポイントとしてあるのかもしれないなっていうのは思って。そうですね。だから不用意に R1 なんて優勝しよう、決勝に行こうなんて考えたら、ただネタを作るだけの人生の可能性が俺は高いんじゃないかと思ってね。うん。だからもう本当に遊びで出るとしたら遊びでしか出ないと思うし、僕はね。で、そもそもその前もっていや来年は出ようっていう気持ちでそもそも出ない、はあはあはあ、今年は出てないし、ずっと出てないけど、うん、もう全く出てないけど、そのぐらいでいいと思って僕はそもそも出なくてもいいと思って。俺も出てないな、 2,3 年前に出てから出てないな。やっぱり過去の歴代の決勝進出者のネタのレベルと世間の評価のズレと、それをやらなければならない多分空間があると思うんだよね、結局、うん、それはやっぱ難しいよね、うん、結局じゃあ R1 グランプリの人は、決勝目指してる人は、じゃあ結果的に売れたくてやってんのかどうかっていうところにハテナが出てきてしまうわけだからね、うん、決勝行って今まで過去見てきてるわけじゃ、おそらく決勝に行きたい人だったら過去全部見てるわけでしょ。その時にあんだけ多分おそらく自分が好きだなって思う芸人さんが今現在全く売れてない、全然稼げてないって見えた時に、いや俺も決勝行きたいなってなること自体がおかしいんだよ本来なら、うん、なそこはどういう目的でやるのかなってのはちょっと思う。難しいこと言うね。だってそれ考えないと、だって時間だけだ。そんなこと言わないでよ。まあ、すみませんね、ピン芸人そんなこと言ってピン芸人ピン芸人ね、本当に申し訳ないけど、ね、そういう、まあ、いろいろね、目的、うん、まあ、その、単純にテレビ出るだけが目的ではないかもしれないですけどね、まあ、じゃあ、R1 を見越してあれ何を考えてるの、じゃあ、まあ、テレビ以外で言ったらっていう。いや、別にそれを通して、別に舞台で食べていければいいっていう。舞台で食べていけないじゃん、だって、R1 の決勝じゃん。知らないよ、俺に言うんじゃないよ。R1 の決勝で、テレビ出てない人が、如実に集客力が上がって、劇場で食えてんだったら、それは一個夢はあるよ。ただお笑いで食えてるわけですから、ネタで食えてる。そうそうそう、そんな人いないでしょ。分かんない、いるんじゃない。だったら M1 決勝狙った方がいいじゃん。とりあえずピンは趣味にして相方探して M1 出た方が、まだ多分よく吉本なんか多分劇場だけで食えるようになりますよ、 M1 グランプリ決勝行った方が、うん、R1 で決勝行ってて、であんだけ劇場のある、うん、吉本興業が食わせてない人、俺ザラにいると思うよ。R1 グランプリファイナリストだったら。いるでしょ、多分。いや、それは現実。多分というか、いるでしょ。それはいますよ、現実。ってことは、R1 はどれだけ絶望的かっていうのが、もうすでに過去のデータからして出てんのに、じゃあこれから未来、そのフォーマットで、よし、決勝行くぞって、おいおいおい、待てと。大丈夫か、それ。そこに、本当にネタがただ面白くあればいいっていうロマンがあるんだったら、
俺は多分やっていいと思うし、多分そのぐらいの気持ちのある人だったらもうちょっとやり方も変わってくるのかなと思うんだよね、うん、早く売れたい、ピンで決勝行って早く売れたいっていう人のネタには実は売れたい、売れるべき要素が実はめちゃくちゃ少ないのかなっていう人も多分いるだろうし、うん、これ難しいところだよ。むずい、むずい、むずい。だからその真似したくなるような芸人の人がちゃんと売れるっていうのが毎年連続的に続けば、これはいいのかなとか、もちろんアキラ 100% だって、過去だったらスギちゃんだったりとか、まあ、ブルゾンちえみの場合は有名になってから多分決勝行ったよね。スギちゃんもちょっと逆でしたよ。スギちゃんは出てからだったような気がしますけど、ね、R1 でって感じじゃなかったですよね、うん、っていうのもあったけど、だからそれでいいと思う、うん、俺はそこら辺、まあ、ブルゾンさんもそうだけど、ある程度もピンネタ、まああれはまあちょっとユニットでトリオみたいな話もなったけど、あれでちゃんと注目されて仕事につながった流れの中で R1 作戦検証、それだったら決勝がまたその売れてる状態の後押しをするわけですよね。だけど R1 だけだとこの情報は業界とかにちゃんと火がある状態かデータが取れてないか、ただ決勝行って終わる場合がある。だから先に R1 を考えなくて、た先に世間からの自分の芸風っていうのをちゃんと見ながらやった方が、もしも売れたいんだったらその後付けで、その1年うわーいろいろテレビ呼ばれたな、ピンでよしじゃあ R1 出るかの方が俺はいいのかなって思うので、うん、あキングオブコントもそうだけどね。んキングオブコントも別にね、決勝行ったらっていうことでもないじゃないですか、優勝したらってこと、うん、だから M1 以外は結構全部そんなとこありますけどね、そういう側面なことないですか。でもと特に R1 だと思うよ。でもズバ抜けてんのはキングオブコントならまだやりようのある人 いくらでもいるしね、うん、言ってもそれをきっかけに優勝しないけど、ゾフィーなんて結構仕事増えたと思うよ、まあ、そうか確かに。まあもちろん、ね、2回目の決勝が増えたので、1回目の決勝そこまで増えたか、でもまあそれもちょっとは注目されたよね、やっぱ初決勝は。うん、炎上もあったし、いろいろあったと思いますけども。はいはい、R1 でそんな、キングオブコントまだ華やかな方だと思うしね。うん、まあ、審査員がもう突出して有名なとこもあるでしょ。別に R1 が無名とは思わないけど、じゃあ誰審査員やった時に出てこないんだ。R1 グランプリの情報って、質問された時に非常に、え、どうだったっけって なりやすい。うんうんうん、だからそのぐらい注目されづらいコンテンツにはなりつつあるというか、うん、だからこれ大変ですよ。まあ昨年のキングオブコントはね、一桁台だったんで、ね、今年どうなるかちょっと。ええー、そうなんだ、うん。視聴率も二桁いってないんですよ、キングオブコントは。ザ・ダブルとM-1グランプリだけですかね、賞レース二桁いってんのは。あ、ザ・ダブルは、うん、そうなんだ。一桁いったことがない、逆に。毎年二桁いってる、うん。なのに、参戦してる組数が、1000人いってないですよ、600組とかぐらいですよ、うん、ザ・ダブルなんで。じゃあキングオブコント何千いますかって話ですが、うん、2000はいるでしょ、参戦して、うん、そんな中で一桁台、うん、したらまあ自分が女芸人だったら絶対ザ・ダブル出るだろうなと。そうだね、うん、なのに出ない人もいるというね、うん、まあ、もちろん芸人がたきの人がやっぱりたくさんいますので、芸人の美学というものがやっぱあると思うんでね、こうありたい、こうあるべきである、っていうところで首締まってる人もいるよね、うん、R1 グランプリなんかもそうだと思う、うん、こうで俺は売れなければならない、売れたい、うん、売れていくしかないっていうものが本来売れないものだったりすることは多いよね、うん、だからそこら辺をちゃんと考えないと、金が儲けかんなかったら継続ができないんだから、結果的に自分の首を締めていくわけで、じゃあ本来やりたいようなものができなくなる可能性が非常に高いからね、うんうん、非常に難しいのがこの R1 グランプリじゃないのかって僕はちょっと思いました。まあね、そうね、反対したいとこだけど、そうだからね、割とね、うん、だから別に悪いって話じゃないから ね、うん、難しいって話、うん、むずい。これはだから M1 とかと違って決勝行くのが難しくて、決勝行ってからも難しいっていうのが R1 ぐらい行くのもむずいしね、うん、まだキングオブコントの方が行ってからでもまだなんかうまみあるよ、うん、うん、まあシークレットにはしなくていいとは思いますけども、うん、普通に出していいとは思うけどね。まあそういうことでございまして、R1 グランプリの絶望について考えてみる回でございます。とはいえね、開催されますから。まあされますよ、ね、
もちろん僕は見ますし、楽しみにして、どんなまた新しい人が出るのか、それは楽しみです。そうなんだよね、うん、見る分には楽しいよ、それは。で、こんな人が売れたんだとか、またね、嬉しいし、ということでございました。以上、新聞のゴミラジオでした。ありがとうございました。せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。